もともとな、バイク乗るとよ、なんか旅しながら飯食っていく方法はねえかなと。今まで食べた中で一番おいしい。で、帰りは、また来てねーとか言う。でしゅってな。確かになんか、元気もらえるというか。うん。まあ、飲めるどうする？あ、はい、うん、最後に来たのは2年前、3年前ぐらいですね、うん、あのどこでしたっけ、あの旭川ダムの、あ、そっちでもそれか、旭川ダムのダムの位置、そうですね、そこで寄った時ですね。あ、ちょうど紅葉が綺麗なシーズンで、そうだな、あの時な、ここの場所以外にもいろんな場所でこう出されてる感じですかね。そう、昔はだから九州から北海道まで、九州からだからな、やっぱりこういうとこやったら興味がねえ人は通り過ぎてくれるから、そうね、うん、まあ、興味ある人は来てくれるっていう、まず横付けした人は 100% 食べてくれるな。あ、街中はそうはいかんだろう、何しようどこかどんどんって話さんざん聞いて、僕はあそこのラーメン屋が好きで、あそこがあっちもあのラーメン屋も好きで、あそこはもう毎年通うんですよとか、はい、そんな話さんざんして元々このキャンピングカーはキャンプが好きで持たれて、元々はバイク乗るたんよ、あ、バイクなんですね、はい、うん、バイクバイクで旅するのが好きで、あ、そうなんですね、なんか旅しながら飯食っていく方法はねえかなと。絶対暑いから触らないのによ、どんぶり、あ、どんぶりが暑いんですね、わ、うん、かりました、あ、そういう、そういうタイプなんですか、わお、伸びるどうする、すぐ伸びるからよ、すげー、すごっ、ふっ、ありがとうございます、いいですか、あ、ありがとうございます、ちょっと、すごっ、じゃあこれは、な、塩ラーメンになるんですか、だし、うん、薄口の醤油味、あ、醤油味なんですね、うん、すごい、じゃあ、東丸、はい、キャンピングカー、屋台のラーメンになられるキャンピングカーのラーメン、今日は竹部町の福あたりの河川敷、福あたり駅がすぐ近くにあります、この、はい、いただきます、はい、薄めな醤油、いただきます、だから先週は兵庫県のムロと行ったね、ああ、そうなんですか、うん、今、牡蠣が始まっとるからな、あっさり、牡蠣漁師が牡蠣を剥いたりする人がいっぱい集まっとるから、あっさり、あったまる、いただきます、うん、美味しいです、薄口の醤油味で、こう細麺で結構全体的にさっぱりな、あっさり美味しい、熱々ですよ、まあ、まあ、器自体もう火かけとったんですかね、なんかそうよ、おー、なんかすごいグツグツ言ってたんで、うん、ですね、結構あれですね、早く食べないと伸びるっていうのが注意点ですね、それはもう当然ですよね、へー、あ、どうぞ、チャーシューもいったの、チャーシュー、チャーシュー、うわ、いいっすね、熱いっすね、おー、いただきます、うん、柔らかい、チャーシューはじゃあ、うん、自家製ってことですか、そうそうそうですよね、いや、なんか美味しい、美味しいというか、昔みたいにこう煮込んでトロトロにすると、はい、焼き豚が3分の2ぐらいに傘が減るんじゃない、あー、煮込んだ、うん、
ということは同じような見た目にしよう思ったらたくさん使うわけ、うん、それを防ぐにはこうやって低温調理にすると縮まんから、そうすると見た目がボリュームが維持できるから同じ容器維持できるのが大体20杯ぐらい最高でな。ああもうそれ以上あったら丼洗えんから、それで次の日に大使さんが来て、ああ普通に食べて別で、ああなるほどなるほどなるほど、へえへえ、いやうん、どうですか、なかなかいいですね、このキャンピングカーというかで食べる感じってもうなくないですか。ないですね。屋台で外でとかあるけどキャンピングカーのこの感じで、けどなんかあったかくていいだろ、はい、あったかいし雨が降ってもいいし、はい、もうちょうどねこの下にヒーターがあって、うん、もうその味はもう大したことねえよ、ままごと道具で作るから。いやいやいや新米のがよう言うのがな、今まで食べた中で一番おいしい、ね、で帰りはまた来てねとか、本当はあの回数少ねえからそんなに大したラーメンの経験ねえのに、あのちっちゃいうちからこうお弁当洗い入れてくれるから、ね、ああうれしいってな、確かになんか元気もらえるというか、うん、その子にとってもいい思い出にもなりますもんね。なんかそれが残って昔なラーメン屋がなキャンピングカーで来とったことがあって、あのラーメン美味しかったな言うてもらえたらちょっと嬉しいかな。いやいやもうありがとうございます。ちょっと、うん、またこれもしいたら寄りますね。僕インスタグラムやってて、はいはい、どうぞ。あのペット質問させてもらってもいいね。ありがとうございます。全然大丈夫です。新しい久しぶりだ。あ、そうですか。シールは久しぶり。あ、本当ですか。すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。また。気をつけて。はい、ありがとうございます。ポケナラーメン屋さん、今日は本当に車で走ってて、たまたまこの河川敷で見かけたんですけど、こうキャンピングカーで食べる、こう薄口醤油のあっさりさっぱり系のチャーシューは自家製で、本当に美味しかったので、店主の橋本さんのお人柄もすごくこう愉快な方で、美味しいですね。はい、はい、お店の営業の情報とかは、ちっぽけなラーメン屋さんのツイッターで発信されているようなので、営業情報はそちらをご確認ください。また見かけたらぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。